ね、今日で最後かも。バレンタイン。でも今日は、あ、ポニーテールです、今日は。しかも、この高さは多分時間がないではできない高さ。今日は激高ポニーテールに、ウィンブルドンピンクで、レアレアな日でした。ピンクというかほぼ白色だけどね。そう、この高さは帽子があるとできないので、ハートありがとうございます。なんか前回ものチョコも、あの、もともとやる予定じゃなかったんですけど、出演メンバー変更のあれでセンターのポジション、ジャンプポジやらせていただいて、今日も出演メンバーのあれで急遽ピンクでした。今日12時にね連絡が来て、12時ぐらいにピンクちゃんでした。そう、今日はねチョコだけの予定だったんですよ、本当はユニットなので。でも黄色が一番似合わなさそう、自分。ピンク、水色が一番好きで、その次ピンクかな、好きな衣装で言うと。クッキーありがとうございます。最近シンポジ多いね。シンポジ、うん、ユニットだけだけど。そうで、ミキの初ウィンブルドンに立ち会いました、まさかの。自分はやらないと思ってたら、まさかの。クッキーありがとうございます。もう本当に電話が来ると毎回 S 公演の最初に考えちゃう違うのに。ハートありがとうございます。そうだから、2回連続急遽真ん中でしたすごくない？今年やばくない？今年のミオは結構なんか急遽が続きます。しかもなんか急遽出るとかだけじゃなくて、なんか急遽素敵な経験をするみたいな瞬間が多いそう、なんか急遽素敵経験が多いです、今年。ハートありがとうございます。あ、大出勤ありがとうございます。嬉しい。10期はあんまり鉄なのユニットでセンターやることないので、てか1回もなくて今まで。でそういう会話をショールームでしてたんです。誰か10期センターやってほしいみたいな。ちょっと、ハートありがとうございます。そう、こういう系は電話できますね。こう当日とか明日とか明後日のとかのシンポジは電話が来ます。ハートありがとうございます。クッキーもありがとうございます。でも結構メールの返信で、が手綱が多かったから、今週結構メールの返信でユニット制覇してほしいみたいな
来るんですけど、全部やったことあるんですよなんかアメピ、アメピじゃない、ピピピの歌だけまだだよねとかいっぱい来るんですけど、やったことあります。急遽グラビアしてほしい。それも急遽じゃないとダメ。で昔ズブ濡れ急遽出ました。当日の朝急に電話かかってきて、お熱になっちゃってやる予定だった子が、で、あ、同期なんですけど、同期がお熱になっちゃって、今日行けますかみたいな、あーいみたいなそう、急遽ズブ濡れはあったね。最近本当にね、なんか急遽の運がついてる急遽運がついてる。でミオはかっこいい曲が好きだけど、まあどっちもできるのがベストかもね。かっこいいもかわいいもできるのがベスト。あとありがとうございます。マジでグローリーのセンターが一番夢だけど、まあ SK にいるうちにできたら満足です でも急遽シンポジと急遽制服の目は、まあ、前日とかに連絡くれれば頑張ります。1個取った2個ね結んでるんですよ。雑巾がけの一番初めてしたズブ濡れは、しかも初回がね、一番初めが急遽っていう、急遽ズブ濡れだって。なんかタクシーで向かわされたもん。普通だいたい電車で移動するんですけど、お家にタクシーつけてくれて、マネージャーさんが今から行けますかみたいな、はあはあはあみたいなそんな時もありました。あ、そう、でも可愛い曲の中でもなんか普通には踊りたくないっていう気持ちはある。なんかわかるなんか可愛い以外にもなんか周りと違う動きをしたい気持ちはあります。ハートありがとうございます。急遽プロレスはちょっとすいません、ちょっと断るかも初めて断るかも、ちょっとすいません。でもできれば公園でやりたい、グローリーの真ん中こそコンサートとかじゃなくてみんなに見せたいよね。クッキーありがとうございます。本当に今年なんか急遽のお化けがついてる、後ろに見守ってくれてる、ずっとミオの背中から見守ってくれてる。またありがとうございます。でも今日とかも12時に連絡来て、レッスン場をもともと早く行く予定だったので、まあ30分ぐらい練習できたので、ウィンブルドそれからリハに向かいました。クッキーありがとうございます。あ、でもね、雑巾がけだったんですけど、ズブ濡れそのミオの代わりだった子が雑巾がけする予定だったんではなくて、
なんかそのお家みたいなスタジオ借りてて何するみたいな、着いたらなんかうーんみたいな、何しようみたいな、ミオのために借りたお家じゃないからさ、で急遽雑巾買ってきていただいて雑巾掛けになったんですけど、衣装もあのミオが着るようじゃない衣装がいっぱい置いてあって、でこう選んでいいよみたいな、クッキーありがとうございます。急遽生誕祭最悪、誰もありがとうございます。今日いっぱいサイリウムいっぱいだった。なんか手伝って振り返るじゃん最初、じゃーんじゃんじゃんじゃん、その時わーっていう顔してる右にね、ミオから見て右側にいっぱいいたんよ、特に左もいっぱいいた、いたか真ん中もいたか全部なの、ハートありがとうございます。だから今年はもしかしたらお休みの日もあんまり気抜けないかも。もしかしたら急遽のハイゴレイちゃんがに起こされるかもしれない。そう、そのスタジオで可能なことをやった。なんかチョコとウィンブルドンとか、なんか鉄なのユニットは結構すぐめに覚えられます。本当に右側が特に多かったので、大好き右側にいるんですよ。だからもうどこに向けて大好きすればいいのかもうなんかいっぱいいっぱいいっぱいいて、ハートありがとうございます。なんかバーコードだけは本当に記憶なくて、2回やった記憶もあるけど1回だったかなっていう記憶もあります。わからないの。みんな今日もありがとう。今日も大きかったコール最近人気者だからね。だってそうなの。じゃあ配信終わったらトーク会と握手会とツーショットが全部完売してるかな。ドキドキ。この前さ、ショールームでさあのインスタグラムフォローしてねって言って、みんなが友達とかにおすすめしたら、まあ1人3人ぐらいしたら、まあ100人ぐらいは増えてるよねって言って、配信終わったらフォロー1だった。新しいフォロー1 1でした。なんかさ、よくさ、あ、そう、鉄縄はね、このポジションは本当にね、右側多めなの。ミオから見て右側、本当に右側多めなの。本当ユニットで唯一左行けるかなぐらいで、基本右が多いです。ハートありがとうございます。ウィンブルドンは黄色やったことないです。ずっと水色で、今日初めてピンクでした。めっちゃコールしました。お世話になりました。
みんな勧めて、知り合いに。みおちゃんのインスタグラムフォローしてねって。一人だったから、しかも配信見てなそうな人普通に見つけたみたいな。クッキーありがとうございます。なんかよくレスがないって言われるんですけど、だからなんかちょっと目あったりとか、見ようとちょっと何かあるとみんなねすごい喜んでくれるの。そう、 DM とかメールの返信とか Twitter とかにねみんな書いて喜んでくれるんだけどね、そういうの大体こっちの方が嬉しいんだよね。なんかこっちの方が嬉しいなんか、あ、そう思ってくれて嬉しい。ミオは結構もう全員のこと見てるんだけど、それがわからないから、みんなが喜んでるとよかった、伝わってって思ってこっちが嬉しいです。多分みんなよりミオの方が喜んでる。大好き、ありがとうございます。嬉しい、大好き、嬉しい、ハートありがとうございます。でも結構外国の方多いですね、フォロワーさんに。そう、結構目が合わないって言われるんですけど、あの、めっちゃ見てるんですよめっちゃ見てる。ちなみにめっちゃ見てます。ミオはね、みんなが見てただけじゃないみんなが見てただけじゃないのね。まあでも鉄な時間、ウィアーが一番見やすかったけど、周り時間がないとかは難しいよね、見るタイミングがね。そうだから、ミオのことを応援してくださってる方はちょっとでも何かあるとめっちゃ喜んでくれる。なんかミオと目合ったとかさで、みんなめっちゃ喜んでくれる。クッキーありがとうございます。でもさ、ミオがパッて見るとみんな違うとこ向いてるからさ、違うとこ向いて、やっぱコールするのにはさ、見ないと誰が映ってるか分かんないじゃん。だからみんなコールしてくれてるから、違う人のもね。だからみんな見てない。でもそらされる人も今日いた。今日、目あったと思ったら笑いながらクソルしてた。クソルしてた。だからみんなが思ってるよりは見てるけど、たわま得意じゃないのかな、レッスンみたいなのは。でも照れてる顔してた。そう、なんかそっけない方の瞑想らしじゃなくて、照れてる顔してる人は多い。ハートありがとうございます。そう、それを理解しながら見てます。でもミオはカメラも大事だし、レスも大事だけど、パフォーマンスができた上でのプラスアルファだと思ってるから、その先にパフォーマンスでしょっていう考え、それでアルファ何々する、はい、だから青側の最初の時とかもカメラ見るなって怒られたです。まずはね、まずは自分ができるパフォーマンスを見せてからカメラを見ろって。なんか最近気づいたんだけどさ、12周年の時にさ、ある方にファンの方が褒めてくれるの当たり前だからって言われた。
だからまあ反省点、自分でね反省するとか反省してみたいな、ファンの方は褒めてくれるからみたいなっていう言葉が今もずっとね頭に残ってるんだけど、結構みんな印象深かったのか、それがずっと覚えてるんだけど、だからみんなが褒めてくれたことは嬉しくて受け止めるけど、それとは別にそう自分の中のさ反省点とかがあるわけやん。だから10期は自己肯定感低いのかなって思った最近。10期って自己肯定感低い子多いからさ、その言葉がめっちゃ刺さってたりするなんかさ、こんなにみんなが褒めてくれるのに自己肯定感低い子が多いわけ。めっちゃ褒めてくれるじゃんみんな、なのにみんな自己肯定感低いのはそういうことなのかなって思ってた。でもレッスンなかったなってへこむ？へこむのものなのかな、やっぱり。そう、自分はへこまない人だから、見に行ってるから確かに。あったら嬉しいよね。ハートありがとうございます。まあすごい方がいっぱいいるからね、レッスンとかに関してはね。だからなかったらやっぱ寂しいと思うのかな。だるまありがとうございます。だから自分はねアイドルさんのコンサートに行ったこといっぱいあるんですけど、入ってからも入る前もやっぱ大きいコンサートしか行ったことないから、そう目合わないのが基本だからさ、その劇場とかに行ったことがないの。だからどんな感じなのかわからない。そうで大きい会場でに行ってレスもらえなかったってなることはないじゃん。へこみません。虹さんのパフォーマンスが見れれば十分です。確かに寂しいって思うのかな。確かにね。お見送りで目が合わないなとかある？ハートありがとうございます。みよたんの場合はパフォーマンスで返してくれる。だって本当に本当にそれでいい。そう、本当に大きい会場しか行ったことないんですよ、コンサート。お見送りで放心状態の子いる？自分もなってる？自分は体調不良の時以外は目合ってる気がするけど。あ、まあね、前後のファンの方にもよるかもしれないですけど、それはそう、それはあるね。結婚してありがとうございますね。タイミングがあるからね、お見送り。それはよくあります。普通にお客さんとして劇場公演見に行きたすぎる、めっちゃ。そ
そうだから自分がコンサートに行ってレスが欲しいと思ったことがないから、公園にも行ってみたい。クッキーありがとうございます。鉄なウィークだったんですけど、今週3回ともお見送りはミキの隣でお見送りした。結構多いんですよお見送りで、まとめてミオミキ最高とかお見送りでミオミキのグローリー良かったよとか、結構連続で並んでるとミオミキミオミキなんとかとか多いです。ハートありがとうございます。ミオミキなんとかですって。お疲れありがとうございます。バラもありがとうございます。今日情報解禁されてたの見た？テレビブロスさんで2月26日くらいに掲載されるんですけど、ミオミキを熱く語らせてみたいなやつで、ミオミキの相棒だっけっていうお題の熱く語らせてのやつが出ます日本語そう、まあ見てみて、なんかどっかに載ってた、スケジュールかなんかに載ってました。見送りの順番は鉄縄は適当が多くて、時間がないは最後の位置ですね。最後挨拶してるとこの位置。ありがとうございます。そう、ミオミキのリポストはできない、公式のスケジュールに載っただけだから、ミオミキの相棒っていうお題のやつです。月曜日ぐらいのやつ。ハートありがとうございます。でそのなんとかは熱く語らせてってやつあるじゃん、あれ初めてやるかも。結構みんなやってるじゃん、アイドルを熱く語らせてとかプロレスとか言ってたけど、みや初めてな気がする。スケジュールに載ってた？二人より先にみよみきって言い始めた。だってみよみきマウント取られた。でもね、いつもねリカみよみきとかってで書くとき年齢順に書くんですよ、いつも。リカ、ミオ、ミキって、だいたい自分の名前はさ最後にしたりするじゃん。でもミオミキ、リカ、リカミオミキって書きます、いつも年齢順に上下関係ここは上下関係で厳しめで書く。だからリカミキって書くときはリカを最初に書いてミキって書きますね。公式もやってほしいよね、ツイート、まあ、大変か。そう、さっきインスタのストーリーにね動画も載せました。相棒かミオミキを熱く語らせてっていうやつです。クッキーありがとうございます。本当はね最初は10期やりたいとか言ってたんですけど、いいね、ミオミキで初お仕事だからね多分。そう、年功序列、やっぱ上下関係大事。そうだからいつも3人の名前書くときはミヤは絶対リカミヨミキって、ミヨミキリカじゃダメ、リカ最後になっちゃってる、年功序列なのにそういつもそうしてる。この3人とか書くときはだからミヨミキのときはミヨミキでミヨが最初で、リカミキのときはリカが最初、リカミキ。ありがとうございます。まあ結構楽しみにしてたその取材、ちょっと楽しみにしてた。なんか聞けないことも聞けた、ミキがミオに対しての普段聞けないこととかも聞けた。そう、先輩立てないとこういう時はミオ最初にしたい最初にしたい、やっぱり。でもリカミオミキってミオいつもブログとかに書いてるんだけど、ミオミキリカが多いんだね。
コメント欄見た感じ。やっぱ先輩には敬意払わないと。あ、確かにミレミオは、ミレミオ？ミオミレ、どっちだろう。みんな見読み切りかじゃん。ね、本当にさ、おしりんさんとひめたんさんがいただいたクッキーも食べたんだけどさ、本当に美味しすぎて、感動。さすがに。さすがに感動。しっとりクッキー大好きなんだけど、おしさんしっとりクッキーで、どうやって作ったんだろうって思って、ひめたんさんお店のクッキーだった。あの手作りなんですけどミキとさすがにお店みたいな。マジでどっちも美味しすぎて普通に幸せなんですけど。あ、激アツドリームはゴーホーザドリームやった時だけ、リカミオミキでゴーホーザドリームやった時だけ激アツドリームです。ソフさんはリカミオミキ。ハートありがとうございます。人生の先輩だから。リカミオをしてる人でリカとミオの熱量同じ人いるだって。リカミオをしてる人は本当少ない本当に少ないです。まず少ないです。そうだからバレンタイン2つもらいました今年。嬉しい嬉しい。失敗作も披露してました。だってショールームで失敗とかあるんですかっていうレベル。え、クルミンのマカロン食べたい。ありがとうございます。ありがとうございます。何分ですか今。気持ちは23時半になったら終わりたい。明日早起きちゃうの。あ、過ぎてますか。すごいんですか。おお、すご、さすがにすごくない。今日は若干鉄道の話もしたかったのでよかったです、できて。その話もね、ありがとうございます。明日は配信しません、明後日もしませんって伝えといて、みんなに。明日早起き公演なので、明日はしかもリハ前に通したいからレッスン上で。久しぶりだからね。そう、明日は早起きちゃんなの。クッキーありがとうございます。ま、今日も楽しかったっていうことですよ。猫ちゃんありがとうございます。さすがに鉄の1週間で3回初めてだったので、さすがになんかルンって感じ。さすがに慣れたルンって感じ慣れたルンって感じでした。クッキーありがとうございます。そう、明日はねリハをね、やっぱ先輩方が出てくださる。リハ、長めリハなので早起きちゃうんです。あとミオが通すから時間がない。大好きありがとうございます。嬉しい。もう一つ、大好きありがとうございます。大好きなの。圧が強い大好きなの。こうやってやったら気づいてくれるかな、みんな。あ、全然疲れてない。ちなみにみおたんみおたん全然疲れてない。でも今日バリ汗かいた。外が暑いからか、むっちゃ暑くてむっちゃ汗かきました。今日ポニーテールにしてよかったと心の底から思いました。はい。
ということで終わりたいと思います。明日と明後日は配信しないのでいっぱい寝てください。ハートもありがとうございます。ということで終わりたいと思います。今日も講演もありがとうございました。配信もありがとうございました。 DMM もありがとうございました。全部ありがとうございました。今日ツイッターもいいねしてくれください。ストーリーも見てください。ハートもありがとうございます。ということでバイバーイ、ありがとうございました。